今日はねメバルプラッキングなんだけど、今日ね5月12日でね、東京湾なんです。ここで特になんだけど、東京湾のね5月から6月いっぱいぐらいにかけてはね、非常にプラグゲームが面白くなる。もう大型プラグでね、まあ実は東京湾に限ったことじゃない広島でも大型プラグでメバルが釣れる季節にはもう4月以降になるんだけど、特に東京湾はね5月からが激しい、6月いっぱいまでね。ということで今日はね大型プラグでのメバルプラッキングを皆さんにね見ていただきます。でこれスープラが一番最小サイズ、この子が一番小さい。普段皆さんが使ってるメバルプラグの中でもかなりボリューミーなね大きな、スープラなんだけど、まあこれで釣れるのはもう当たり前だと思ってるんです。この辺これ、まあ、バス用のこうベントミノーだよね。こんなんとか、あとはまあオールドアメルワーのこうチャグンスプークとかね、こうでっけえやつね。でこういうちょっとシングルスイッシャーのでかいミノーとか、まあこんなので釣れたら面白くない？で普通のメバルプラグじゃなくてもこんなシーバス用やバス用のねでっかいプラグで、釣れるところを見てほしいなということでね、今回企画しました。ということで頑張ってみます。まあご覧の通りね、本当にあの港湾部で港湾施設ですよ。東京湾の釣りっていうのは大きなあの貨物船のね、つく湾の中で釣るような感じなんです。でっかい外国船なんだろうな、コンテナ船がいっぱい止まっているようなところです。さて、まあ、ここでね、なんだろう、港湾施設をこう蓋するように背の高い堤防があるんだけど、その際についてるメバルをねまず狙ってみますね。スイッシュがねおとなしめのスープラで出なかったんで、ちょっと派手めにペラも少し大きくてボディも大きい、ちょっとプロトタイプなんだけどプロトのでかいシングルスイッシャーのミノーでねやってみましょう。ウエイトもかなりあります。こんなドカン多分出てるよ。よし、これぐらいのやつに食ってくると釣ったった感がねかなり出るね。ガンと来ないかな。キワキワ打ち込みました。キワキワへゼロ出ないか。どこにいるのかメバル。あ、水面意識が高いのかそうじゃないのか、まだちょっと半然としないんだよね。地球さんがね今投げてるのは完全なペンシルで沈まないやつ、あのペンシル、ダブルスイッシャーのペンシルなんだよね。でこいつはさっきみたいに、ま、あの巻くと少し潜るので、それで出ない可能性もある。あのつまりダブルスイッシャーのね引き波に反応してるかもしれないんで、またちょっとスープラに戻してみます。単純に引き波なのか、ダブルスイッシャーのペラが立てる波動が効いてるのか、どっちかのような気がする。今一緒に釣ってる地球さんがね、あのダブルスイッシャーで 2,3 発バイトがあったらしいので借りてみました。これティムコさんのステルスペッパーです。7センチぐらいのミノですね。今日使うプラグとしてはちょっと小ぶり、
70なんかダブル水車の、あの引いた時のね功績奇跡というか、いわゆるあの引き波でバーっていう、どうも水面のダブル水車が立てる割と派手めのね引き波にちょっと反応してる気がするね。こっちで行ってみましょう。行ってみます。シャラシャラシャラって言ってる。ルアーはいいとこ入ってんだけどね、壁際キワキワに。いいとこ入った。さあ食った。おお食った食った食った。おドラグチリチリいってます。おおしよ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 し。おお船の下に潜る潜る。うっくっくっしっかり食ってるかな。おおバサバサ言ってるよ。いや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 。これ来たよこれ。ほら。そうでかくはないです。大丈夫です。抜きます。よーいしょ。照明を片手に抜き上げ。あ、崩れた。あ、危なかったね。今ダブルでかかってるような気がしたけど。よいしょ。これあれだ。ネバルのね、プラッキングで、ある種難しいところが、この、状況とルアーのタイプが合わないと全然食わなかったりするのよ。それもあのメバルプランキングの面白さで、今のとこ 2,3 種類投げて、地球さんがこのダブルスイッシャーが効いてるみたいって言うんで借りて投げたら、ほんと 2,3 頭で食ったよ。これステルスペッパー70ダブルスイッシャー1匹目いきました。嬉しい。よし、行こう。なんせこの夜にさ、ベイトキャスティングでプラグを投げて釣れるっていうところが素敵だよね。昔はできなかったこれが、本当に。ああ乗らない。当たるけど乗らない。よしよしよし、乗せた。よし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 、2匹目ゲット。よいしょ。あ、いい感じだ。おお、2匹釣れて、2匹ともまあまあだよ、サイズが。イエイ。ほら、フロントフックがっつりだよ、君だ。これ、これいいじゃない。ね、いいね。ステルスペッパーダブルフィッシャー、これはちょっと本格的にメバル用のダブルフィッシャーをね作りたくなるね、こんなのだとね。うん、いろんなタイプが欲しくなる、こんな釣り方をすると。まあシングルフィッシャーがねすっごく効く時もあれば、ダブルが効く時もあるし、あのポイントにもよるけど。あ、地球さん釣れた。おいでおいで、地球さん。それもステルスペッパー？ステルスペッパーです。なんかめちゃくちゃ今ハマってるね、ステルスペッパー。ハマってます。嘘って感じみたいな。意外なほどこうハマりますよね、あの
一つのプラグリズム学の何なんだ。これでもポイントによるだろ。ポイントにはよりますね。ねえ、うん、ハマるルアーっていうのが、うん、だから結構10種類20種類やっぱ持ってないとね、一晩通してやろうと。いい感じだね。ええ、えい。これをこれも割と水面系のルアーなんで、これをあまり潜らせない状態で壁際どこでヒヨンヒヨンとさせて止めて待ってみよう。よし、と止めてる状態で食うのか、スーッと動かないと食わないのか。おー、当たった。ベントミの当たったぞ。今食い損ねたぞ。ドンってやって放置してガタンと持ってといて、巻いてヒヨヒヨヒヨ。うん、いい感じだよね。アクションかけて放置でガタンと持ってくっていう釣り方もすごい好きだから、それで食わせたいんだけど。あ、当たるんだけどいまいち乗らない。となるとやっぱりこう横移動してるものの方がスイッチが入りやすい感じ。浮かべておくだけが、浮かべてるだけの方がいい時ね、非常に空がいい時と、そうじゃない時と、やっぱり明確なのよ、メバルね。ダブルスイッチャーが今のところ一番当たってます。ベントミノーのアクションからのステイで2バイトあったけど、ものすっごいショートバイト、口開けてない感じ。死にかけ小魚の演出が効かない。なんかすごいもの釣ってるじゃん。いや、なんかすごい。僕も連結準備してたんだけど、SPM の連結だけど、スープラの連結は思いつかない。今やったの。すげえこれ。スープラ、スープラシングルで出ないから、水車ダブルにしたら釣れるだろうって発想。はい、今すぐそこで繋いだの。そこで繋いだ。やるな、笑えるな、これ面白いや。これすげえ、一発で出た。はあ、面白い。なんだろう、やっぱりバチパターンじゃないのこれ。いや、水面引き波がペラが2枚で大きく出るからとか。うん、でもね、明らかに、うん、ついてる場所が、うん、ですね、隙間のあるところでしか出ないんですよ。ケーソンの隙間でね、はい、うん、僕もそうだった。でバチパターンの時には、うん、あんまり関係ないんですよ、その時って。出てきちゃって、うん、要はバチだったら、メバル追いかけても逃げないもんですから、うん、ストラクチャーから離れてずっと追いかけてきて、うん、なおかつそのずっと後ろからバイトしてくる感じなんですけど、これは明らかにもう真ん中のところに狙って、ほう、下からガツンって食い上げてきてるザサンなんで。かといってミノー系の釣り方したら全然ダメなのよ。実際にはだから相当ね、ないところにいるんだと思います。何食ってんだ。ああ、だからダブルスイッチャーじゃないと出せないってこと。上まで、はい、ここにいるんじゃなくて、下にいるやつをダブル、はい、シングルじゃ上がってこない。そうなんです。コーリングできない、はい、でダブルなるコーリングできて、下から突き上げる食い方。そうなんです。ってことはやっぱ小魚食ってるのか。ですと、ですね、実際に魚探ではそれっぽいのが出てるんですよ、深いところに。魚探反応深い、はい、俺それ見てないもん。なるほどね。で、もう突き上げてくるもんですから、なんとか飛ばされてるんですよ。バチパターンだと吸い込みバイトなんで飛ばされることまずないんです。そう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 、まずない、ない、ない、はい、今もこれ何度か飛ばされてます。突き上げか、はい、その時はやっぱりダブルスイッチャー、はい、
スープラ連結はちょっと参ったな。これの方が重い分飛ばされにくいですね。よし、続けて頑張りましょう、はい、ちょっと写真撮ってもらいましょう、はいはい、せっかくですから。ジモティの地球さんの話では、まあ、魚探にも明らかに出てるみたいだけど、メバルが連結深いんだって。つまりここのメバル浮いてないわけよ。で、僕がダブル水車以外でやった釣り方っていうのは、浮いてるメバルを想定して、水面直下のそのミノーモードの釣り方をしてて、ちっちゃい場合とか2発ぐらいで乗らなかったのね。ところがダブル水車なら釣れて、ステルスペッパーで、地球さんがスープラウの2個連結なら釣れた。でつまり地球さん曰く、深いところにいるメバルを水面までおびき寄せるのに、そのダブルスイッシャーぐらいの波動がね必要だということらしいです。で実際その通りの結果が出てて、その以外の方法では結果が出てないということは、相当そこら辺が濃厚、うん、で、僕がスープラを、ね、手掛けて作ったのはこれ完全に浮いてるメバルで、しかもの網パターンでトップへ反応するときに、この5ミリのペラね、これが非常に有効なの僕分かってるので、こういうセッティングしたんだけど、このタイプだと深いところにいるメバルを上まで引っ張り上げる力はちょっとないなっていうのがね、今の状況です。でメバルが浮いててライズしてるような場所にポイントに行けば、またこの子が活躍するでしょう。ということで、もう少しね、その深いメバルをステルスペッパーで引っ張り出して釣ってみます。よいしょ。かなり下からドーンと突き上げてきて食ってるみたい。だからチクさんが言ってたけどね、ミスバイトの時にプラグがポコーンって飛ばされるらしいよ。僕はまだそういう目に遭ってないんだけど、今のところ出た時は一発で乗ってるので、飛ばされるとこまでは行ってない。スープラの部屋を大型化したやつに出ました、うん、あ、やっぱりそうなんだ、アピールだよね、ええ、あ、ペラ改造版、はい、ちょっと大きめのペラにした、はい、で、あのスープラのプロとの尻が下がらない、どっちか水平浮き、引き波立てやすいように、でペラも拡散しやすいようにが釣れた。だからやっぱりスープラでも2パターン3パターンいるってことだよ。そうですね、あ、面白いよね。次のプロダクトのヒントになります、はい、よし頑張りましょう。さすがジムティ。今のところスープラ2連結とかステルスペッパーでしか釣れない。いろいろやってみたいので、せっかくのねハイシーズンなんで、またこんなおでかいやつにね変えてみます。あ、当たった、乗らない。よし、元気出たぞ、当たったよこれ。ごわっとってくれよ。おっしゃ、乗った。どでかいプラグできました。来た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 、どでかプラグできました。よしよしよし、これこれどでかプラグできたよ。これこれすごくないこれ。笑えるぞこれ。なかなかこれほら、今日宣言した通りビッグプラグで釣れる季節ですよーってやつね。ビッグプラグで釣れる季節ですよーってやつですよ。これ本日最大じゃない、魚もでかいルアーではでかい魚が釣れる。これ楽しい。1投目でねゴーンと当たったんだよ。で2投目でがっぷり食ってくれた。だからこれね、最初にやったポイントなんだけど、食い方変わってる、活性がちょっと変わったみたい。地球さん来たよ、でっかいプラグで来たよ。これ
1投目でコーンと当たって、はいはい、投げ直したらガツンきた。サイズも上がったメバルが、はい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 、これいいじゃん。いいですね。ねえ、これはメガバスのやつの、ね、いやどこのか分かんないけど、はい、あの水車組んで、はい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 、うん、これちょっと潜る感じなんですよね。これちょっと潜る、はいはい、いやさっきから何度か投げててね、なんか空気が変わったの。食い方が最初に入った時よりか、はいはいはい、これオープンで食ったし、はい、これなんか違うぞと思ってやったら浮いてきたの。浮いてるのが何秒かで、ラインにねライズが出たらパチって。あ、なるほど。ちょっと変わったかもしれない、はいはい、いやいや面白いこうなってくるとどんどん面白くなってくるね。こんなごついルアーでこれまあでもね、普通のメバリングフィールドでもね、大きいプラグでね全然釣れちゃうんだよ。投げるか投げないかだけだけど、活性さえ上がってね、魚食性が強くなったりすると本当に、ほら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 、あーバレた。間違いない船長、オープンに出だした。ここで食ったもん。うん、ものの 3,40 分ですぐ変わっちゃう。魚が外へ出てき始めました。まあ壁際に残ってるやつもたくさんいると思うんだけど、何パーセントか何十パーセントか分かんないけど外へ出てきてる。まだね完全に僕分かってないのよ、あの巻きスピードがどれぐらいがドンピシャなのかがまだ分かんない。うわー、ひったくってった。ごっつんだよ、気持ち。これはひったくったと。よいしょー、ぶっとめばる。デカプラグをひったくりました。イエーイ。これ、みんなネバリングの概念変わらない？これ見ると、さすがに。ねえ。本当に正直さ、東京湾だからでかいプラグで食うんじゃないよって本音言いたい、言いたいんだけど、やっぱり東京湾メバルが多いから結果が出やすいよね。でボートで来るとこういう両型が人が釣ってないからたくさんいるし、うん、ねえ、だから本当ね、出張の時とかさ、もしくは休み取って無理やりでも東京湾に来て、ぜひぜひこういうねボートゲームでの この時期の豪快なプラッキングをね味わってほしいので、地元に帰ってこれ勇気になる。この経験自体がね、釣れるんじゃん、じゃあ地元でも釣れるんじゃないかっていうね、モチベーションになるの大きな機会。僕自身がそうだから、東京湾ででっかいプラグでメバル釣って、じゃあ広島でも釣れなきゃないだろうってやったからこそ、僕は広島でスープラだとか SPM の75だとか、みんながあんまり使わないようなね、例えばシュガースリムの 95なんてさ、これ僕広島の市内の河川のさ18センチぐらいのメバル相手にこれで釣れるようになったのは、やっぱりね東京湾でこういうのをやったからこそ生きてくる経験が生きてくるもん。だから勇気を持つためにも、モチベーションを上げるためにも、体で覚えるためにも、ぜひ東京湾のボートゲームをね皆さんにもやってほしいです。ぜひぜひやってみてください。いやー最高、最高。改造スーパーまた出た、はい、いやでもなんかスーパー小さいですね、こうやって見るとねえ、ちっちゃく見えるね、今の頃僕の釣ったプラグとこうやって , , 笑えるなこれ、すげー、最高じゃん今日。最高っすね。いいっすね、うん、もういいね。メバルのサイズもいいし、ワイトも素晴らしいですよね。寿司車、九大ダブル寿司車にトップで。今チャンプを壁際に落としたらパコーンって出て乗らなかったよ。ああ、出ていっぱい。これ釣りたい。それも面白い。やばいな。トップでカサゴ。トップでカサゴ。何使ってんの？あ、来た。あ、北の手をやりました。
北の天をやりました。やりました。おーっしゃー。日頃ガヤしか釣らない北海道の人が。違うよ。ホンメバルを。おーいいじゃん。ステルスペッパー。そうですね。かなりでもバイトはあるんですけど乗らないんですよね。カツ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 。何かまだちょっと、ね、ほんのちょっと活性が。いえいえ、よかったよかった、サンキュー、ありがとう。今日はね、回転系のルアーがすごく調子がいいんで、このプロと試してみます。だけどこいつはあのスイッシャーというのこれスピンテールなんですよ。これでも釣れるかなと。これはあのプロトテストで瀬戸内じゃそこそこいい感じで釣れてるので、これ効くかどうか。ちょっとプラグは小さいんだけどね。まあ、小さいって言ってもストラプラグよりも若干大きめなんだけど、これでやってみます。いいじゃない、プロトルは。これ、これいいぞ。瀬戸内の静かな港の中でもいい風だけど、東京湾のね、今日の回転系のルアーが効く場面でこの前スピン、フロントスピン効くじゃん。いいじゃないこれ、フロントスピンミノー。見たことないでしょみんな。これいいよ。ポンポンと釣れたぞ。いいじゃない、優秀だな、このプラグ。ほら、プロトク頑張ってます。うん、もうちょっと磨き込んだら、もっともっといい武器になりそう。これ、効いてるブレードがね、スピンブレードが。Yeah.